はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。月夜に響くノクターンリバース実況プレイ続けていきたいと思います。はい、前回ねようやく長いイベントを終えまして、ついに、ラスボスと思わしきカオスさんのところに向かうということで、ブレイブクリアレベルが32なので32まで上げておきました。能力は主にですね、ちょっとまあ今後のどうなるかちょっと攻略を除いて何を上げたらいいかなっていうのを探してみたところ、どうもね、耐性を上げといた方がいいということなので、ダークエレメント、ウィンドエレメント、この辺を上げておいた方がいいとのことなんで上げて、で主耐性もついてた方がいいということで上げたのはいいんですけど、正直申し上げまして、ここかパッシブのあれ的に入らないっていう全然入らねえじゃんみたいな感じなんですけど、デスガードぐらい入らない、アイオン入らない、全然入らない、パーリングを外さないと入らない、はい、ショックガードとかも入れといた方がいいっていうんですけど、全然入らないじゃんみたいな感じなんですけども、でルナちゃんの方も似たような感じです。ルナちゃんの方もはい、耐性を上げて、これ耐性自動的についたよね。で、まあ沈黙耐性も入れといてっていうぐらいです。あとは幻影鳥をよく使うので幻影鳥のレベルも上げましたっていうぐらいですかね。ただなぁ、本当に全然パッシブそんな入らないんだけどなぁみたいな感じなんですけども、で装備はナイトアーマーとか買っておきました。うなちゃんにもはい、強めの武器をつけております。これ炎の指輪いらないね。どうしようかな、メンタルつけるか、それともこれつけとく？闇属性の、どうも闇属性が結構きついらしいので、今ウィンドウエレメントつけてるし、これでいい感じなんじゃないですか。なんかいいものがドロップするといいな。さあ、カオスさんの世界です。さあ、やっぱりここはいろんな敵に出会って、新しい敵に出会って、なんだろうな。なんて言ったらいいんだろうな。使い魔をね、いろいろゲットいた。なんかすごい痛かったんだけど、気のせい？ルナちゃんが早速死にかけてるの、なぜかしら？ルナちゃんが早速死にかけてるんだけど大丈夫？間違えました。アグニって名前を聞くと黒執事かなってなるけど。普通に殴るか。落ちた。吸水を自分ですね。あと防御したいな。ジャックナイフ。よいしょ。外さないで、痛い。よいしょ。よいしょ。この雰囲気はね、一番最初に、おー、いろいろゲットした。精霊の耳とかは多分あれだな。多分、精霊の耳はやっぱりこの子ですね。プラティニちゃんよりもこの子入れといた方がいいのかな。あとなんだっけ。スカイブルー、これジャックナイフか。テクすげえな。テクエはすげえな。でも今んとこもちょっとなんかこう、回復役のいいやつ出ねえかな。ナイス防御。ナイスパーリングでした。レイウィングをセレオ、セレオっていう名前がやばいな。セレオっていう名前がすごいな。神風だってもう名前がすげえな、さっきから。名前が、ルビーシェル。こいつ防御、たけえ！防御たけえ！防御だけよ。ぐさ。バーン！いたたたたたたた。これは、救命痕でどうですか？おいしょー！あんまり入らないですね。回復しときたいな。で、聖地さん一旦防御しよう。救命痕で。はい。まあ、このなんか今回はダンジョン攻略、おー風の指輪か。青い羽っていうのは多分神風だろうな。よいしょ。ジャックナイフか。もう手に入れてるな。ソウルイーターで抹殺できたー。あー楽でいいね。あでも MP、 ごめん MP のこと考えてなかった。ちょっとあれ、この辺神風さん、あーでも似たようなやつばっか出るか。よいし
いろんなタイプのが出てきてほしいんだけどな。危ない危ない。サスキンセリオちゃんを通しておかないとめんどくさいことになりそう。浮いた、痛い、すげえ痛い。でセッチさんの方がやばいかな。意味あれだな。シャドウリッパー、シャ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 、倒せた、オッケー。これ、あー、生きてる生きてる、キュ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 、危ねえ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 。ギリギリやないかい。とね、早めに強い子にチェンジしたいですね。間違えました。これは初行をかけといて、修水もかけておこうかな。よし。よいしょ。かわいいな。レイウィング持ちでよかった。レイギミング持ちでよかった。君防御がいい。いいね。ナイスカウント。オッケー。アグニ、これはまだ手に入れてないはず。そうそう。お、いいね。ナイスカウント。いいね、カウンター入るね。あ、落ちない。宝箱が見えるよ。オーケー、回り込んだ。バーサクリング、何それ。バーサクリングって、あ、君。攻撃力上昇か。攻撃力上昇か。気力上昇か。難しいな。物理原因つけとこうか。攻撃力上昇な。で、セッチさんはバイタルサードアイか。まあ一応、あ、でもディフェカコーとかするじゃん。まず、やめとこう。危ない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 。ち。今のは、結界だ。それも。誰？誰？カオスさんなの？誰なの？リステリさんなの？わかんない。一応カオスさんのノリでいこうか。六鎮結界、バルムフェリアーデ。すげえ噛みそう。あー、リステリさんだった、ごめん。絶対にして不可侵、ディバインクラスの大魔術。まさかこんな大それた結界を用意してるなんてね。カオスもどうやら本気のようね、レビエル。リステルさん、なに、あ、破ってくれるの、破れるの、破れそうか。むちゃ言わないで。こんな馬鹿げた結界、力で破れるわけないでしょ。あ、今までは経験値でドン言ってたのにな。ふん、そうだな。ならばまずは媒介を破壊する必要があるな。定石通りなら火、水、風、雷、光、闇の6属性ってところかしらね。今さら時間稼ぎか、それとも余興のつもりか。カオスも随分と面倒なことをするものね。本当にな。いや、残りは光と闇の2つだ。あ、今までのやつ、今までぶっ壊してきたやつ、それ。多重結界、全く本当に手の込んだ、ごめんなさい、手の込んだことを。カオスらしいといえばカオスらしいがな。何も不思議なことはない。火、水、風、雷はすでに破壊している。それだけだ。そう、リステル、光の媒介は私が破壊しておくわ。あなたたちは闇の媒介の方をお願い。あとは互いに好きにやればいい。あのバカを止める。私がここに来た理由はそれだけよ。あいつには借りもあるしね。あ、そういえばそうですね。なんか力を与えたのか知識を与えたのか、そんな感じだと思うんですけど。え、何、ルナちゃんに対して何かあるの。気に食わんか。運が重なったとはいえ、お前を殺したのは間違いなく奴なのだから。いや、そもそも奴は以前の私と何ら変わらない。いえ、大丈夫。あの人もレビエルと同じです。本当はとても優しい人ですよ。まあいい、何があるかわからない。慎重に行くぞ。はい。そうやな、よう考えたらそうやな。リステルさんがザクーやっちゃったもんな。あー、全然出てこねー。あー、ちょっと怖い。ガードしよう。シャドウリッパーするほどでもない気がするけど、まあいいや。うそん、悲しい。もう一回当てて、オッケー。これは救命痕したいけどな、そんなにあれがないねんな。レビルさんのあれで、あの名前出てこへんわ。
魔剣でなんとか。よっしゃ、魔剣の属性でなんとか。引っかかったわ。なんかこれはセリオちゃんかな、ですよね。よいしょ。そんなきついことせんでも、そんなざっくりやらんでも。ちょ、さっきこっちかな、さっきにこっちをやっといて。いオッケー。スカラベ、スカラベって何、スカラベって何。お、即死耐性効くんだ。おー、一応つけとこうか。何があるかわからんしな。一応レビルさんにも対して、あ、でも今入れられてんのか入れられてないじゃないかい。あ、新しいのいるな。でもちょっと一旦防御します。君には前衛を任せますので。じゃああいつは後に倒そう。アビルトか、あれアビルト、アビルト来てほしいな。強そうやし。バーストネイル、いったで、セッチさんは多分リジェネレーションないと思うし、なんかいろいろ食らったな。よいしょ。まあ君はそんなに食らっても大したことはないと思うんですけど、今当たらんかった。あ、当たったわ。ディザスターやってかっこいいな、欲しいなあいつ。ディザスターさんこかっこいいな。なんなんだだだだ。シャドーリッパーで、レイビング意味ないな。オッケー、落ちないです。武器が落ちました。これ今持ってるやつだね。残念。注水をかけとく。よし。おっと、あのディザスターさん欲しいな。間違えた。まず精霊王ちゃんを落とす。魔法が怖いので、よいしょ。防御、君も防御。殴ろう。ね、レビルさんの力技でやった方が早い。おいしょ。あ、引っかかってますね。ファイト。320メル。あれ、一本道で来た気がするけど。あー、ごめん、右側だったわ。ごめんね。あっと。あー、ディザスターさん全然出てこへんな。これは神風さんがなら落とせるやろ。痛い。痛いです。エアスラッシュ剣な。いや、スキルリングつけてるから回転が速くてよろしい。殴れるやろ。オッケー。逍遥の槍強いんかな。お、強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。せっかく勝ったのに、せっかく勝ったのにな、悲しいな。いや、いいものが落ちてくれることはええことや。いや、右側の方が先がいいのかどうなんだろうな。あー、違うやつ殴ればよかった。呪音やって、ディレイかかったわ。行動したてやからな、全然問題なかったけど。ほいほい。セレオちゃんもう落ちてるしな。あ、なんか音楽、あ、え、なんかすごいのがいる。なんかすごい、あれ、もしかしてあれか、あの呪音のせいかな。シャドウリッパーで、ちょっと空の王者やって、かっけー。星星、行動させない、ぶちかましていく。ドーン、あ、倒した。そして回復しての、エアスラッシュ。なあ、カウンター痛いですね。エアスラッシュ落ちた。お、飛竜の激鱗、多分どっちか分からんけど、空の王者の方かな、これ。おー、微妙い、微妙いな。そりゃレベル的には、でもレベルも28だからそんな高くないな。スカイブルーさんも27か。あ、でもそっか、レセッチさんとか25だもんな。難しいな。空の王者さん、間違えた。
空の王者さんよりも、ちゃう。あー、全体的にもあれはいいのか。ただ君シャトーリッパーとかレイビングがあるのが非常に大きいからな、悩ましいな。もうちょい様子見していいですかね。いや、ちょっと待って、やっぱ下先行こう。下先行ってみましょう。あん、あ、なんか人型がいる、人型がいる。痛い。イビルブレードやって。どうしたらいいのかなと思って。あ、こんな時にソウルイーター。大きくね。あー、落ちない。なんかルナちゃん、もしかしてだけど、え、この翔陽の槍のせいでめちゃくちゃ食らってるとかいうことない？なんか見るたんびにルナちゃんのあれが減ってるんだけど、気のせい？気のせい？え、気のせい？あ、待って、魔力を秘めてるとか言うからな。あ、でも回復はちゃんとしてるな。で、じゃあ、あれだよ、周水で。あ、世界中の紋章。カオスさんがいなくなったけど、一応カオスさんの家に行けば、あれはあるんですよ。錬金できる、なんかよくわからん、玉みたいな物体があって、それで、よいしょ。あれはできるんですよね、錬金は。ただ、今んとこ錬金して効果が、効果じゃない、意味のあるものは特になかったので、よいしょ。なんか減ってるよな、明らかに。なんか明らかに減ってるよな。めっちゃ減ってたんやけど。なんでやねんってぐらい減ってたよね、今。最初呪い食らったせいかなと思ってたんやけど、なんか違う、臭いな。あの、翔陽の槍のせいっぽいよな。間違えた。なあ。いや、確かにこの上がり具合は正直なおかしいとは思ってたけど、おかしいな。闇払いか。これ歩くたびに減るとか、そんなことはないよな。やっぱなんか減、やっぱ減ってるよな。やっぱ減ってますね。やめよう。まあ、ルナちゃんはね、あくまで回復要因ですから、そこまであれすることはないと思うんだよな。ちょっと邪魔なので無限の魔眼で、敵が多くてヒットポイントの低いみんながやられてしまいかねないので、よいしょ、ほいっと、ういほい。まあ、レビルさんはね、一応ヒールリングで余裕はあるので、ほいほい。スタンさえ入っていればそんなに攻撃は来ないはず。うん、地味。ほいしょ。あ、じゃあ帰ってきたんや、帰ってきたんや、さっきこっから。ドラゴンみたいなやつ出てこないかな。あいつ欲しいな。あいつ即戦力臭いんだよな。うてぃー、すげー痛い。沈黙があってるし。沈黙は別にいいんじゃないかな、ほっといて。それよりも普通に注水が欲しい。ほいほい。あぶねえ、あぶねえ。あー、連続で入りたくなかった。デスエッチさんが危ないのに。デスエッチさんの危機。あ、そんな時のソウルイーター、ドーン。いや、いいね。よし。お、あ、人型、人型っていう言い方。あ、なんかなんて言ったらいいの、名前出てこねえわ。そうなー、テンペストでもしてみるか。そう、ディレイ食らえるし。
あー、じゃあちょっと無限の間がんで一旦、あ、ごめん、デセッチさんの回復忘れてたわ。ごめんちゃい。ぶちかましをクレストソーサーさんにしていく。注水をデセッチさんにかけて、デセッチさんはしばらく防御しようかな。いや、殴っても大丈夫かな、しばらく殴っても大丈夫そうな感じがする。ほいほい、オッケー。誰か一人落ちてほしいな、こんなにね。よいしょ。あー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 、すげえパーリング食らっている。頑張って、オッケー。違う違う、ムーンライト、ムーンライトの陣形ですか。陣形ムーンライト、上級陣営、前衛の防御力、中衛の攻撃力、後衛の魔力が上昇する。欠点のバランスに優れる。へえ、いいじゃん、いいじゃないですか。ただパーリングはなくなるけどな。え、ほっ、欠点ないな、いいね。これにしようか。待って、スケアクローはでもディフェマイナス20、ディフェプラス20、ダメージ85。ん、いや、いいんじゃないこれで。とりあえずしばらくこれでやってみよう。よし、こうなったら、あ、結構時間来てるので、一旦戻って、私これ開けた？開けてない！開けてない！ちょっと空の王者さんとか、入れてみようかなと思います。あ、引っかかってる。ということで、一旦、帰ります。はい。いや、商用の槍、ダメージひどかったな、きつかったな、あのダメージさえなければな、っていう感じ。ちょっと待ってな。属性物理か。いやー、きついな。引っかかりすぎ。はい、戻ってきまして。じゃあ、今回ここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。